では、早速授業の始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ここのイプサ臨床心理士大学院予備校の、代表してます浅井と申します。よろしくお願いします。この授業はですね、基本的に僕浅井ともう一人大浦という講師がメインでやっていきまして、ちょっと間にちょこちょこ英語とか授業によっては他の講師が入ることもあるんですけども、メインの講師としては、その2名がメインでやっていきます、はい。でその中で使っていただくテキスト4冊がお願いしていくかと思うんですけども、こちらの青いテキストと、これですね、これと英語のやつがちょっと今ないですけど、英語の心理英語のテキスト、でその心理英語のテキストとこの青いテキストが一番使うので特に持ってきてください。でこっちの青い方のテキストが、この火曜日の授業、講座 A の方で使います。で、講座 B の方はですね、英語が入っている週は英語のテキストを使います。ちょっと時間割についてはまたお配りしますが、英語のないときはこれの統計学とか、英語以外の部分、英語じゃない、臨床心理学以外の部分、一般心理学とかはこちらのテキストを使って主にやっていきます。それからですね、心理英語の本が英語の授業でメインで使っていくんですけども、こちらにも結構長文のね、例文とか載ってたりとか、あと心理英単語いろいろ載ってたりするので、これも参照しながらやっていくことがあります。どうしても重くて全部持ってくるの大変っていう方は、どちらかというとこっちじゃない方の心理英語の本、ちょっとおかしいですか、こちらの心理英語の本の方をお持ちください。だからこれは必須と、英語がなかったらこれは持ってこなくてもいいので、これは必須と、毎回これだけは持ってくるようにしてください。ありがとうございます、はい。でこちらですね、キーワード集、これも持ってたらいいのはいいですけども、基本的に、授業の方ではこれよりもこっちの方をメインで使っていきます。でこっちは何かというと、臨床心理士の大学院の試験で、よく出てくる問題として、キーワードの問題が出てきます。このキーワードというかこの語句について、説明しなさいと、100文字程度、100文字から300文字程度で説明しなさいみたいな、そういう問題がよく出てくるので、そういった問題に対応しているテキスト、キーワード集ということで思っててください。なので、皆さんはテキストとして全体の流れを知ることも、歴史的流れも含めた流れも知ることは大事ですけども、その中で受験勉強としてキーワード対策としてこちらを使っていただけたらと思います、はい。なのでこちらのメインのテキストでやっていきましょう。まず最初はこのテキスト使わずにちょっとお話をしていきたいと思うんですけども、途中で適宜休憩とか質問の時間とか入れていくので、また質問あったらその時に聞いてください、はい。皆さんはこの心理学というのを学んでいきます。これからこれまで学んでこられた方もいらっしゃると思います、どれぐらいの方が、専門的に大学の方で心理学を学ばれたか、一応なんとなく、見ておきたいんですけども、別に当てることないので手を挙げてもらってもいいですか。心理学をこれまで心理学部とか心理学専攻とかそういったところで学んだことがある人、 1,2,3,4,5、 はい、ありがとうございます。半分ですね。じゃあそれ以外の方、心理学、全く学んだことがない、またはちょっとだけ独学であったとか、それぐらいですかね、はい。じゃあ両方にね、分かるように、両方の方に分かるようにしていきたいと思うんですけども、心理学っていうのは結構大きな学問です。古くて新しい学問っていうのになります。心理学っていうのは、始まった年代自体はすごく新しいですね。ムントが、心理学実験室を作った
1800年代ぐらいかなにターンを走っているので、最初の方にね見てもらったら書いてますけども、1800年代から考えるとまだ1879年ですね。なので150年も経ってないわけです。なので歴史、心理学という学問としての歴史はすごく短いと言えます。ただ心理学の心理っていうのは心の断りとかで心理と言いますよね。心っていうのはみんなね、元から持っているもので、進化の過程でね、出てきたものかもしれないですけども、まあ、動物には心はね、どこまであるかっていうのはちょっとまあ議論の余地のあるところですが、昔からそういう心っていうことについては考えられてきました。ですがその心っていう部分は宗教とかあと哲学とかそういった別の形で考えられてきたんですね。文化人類学とかで別のいろんな形で考えられて、昔は心理学っていうふうな形ではなかったんです。それが初めて心理学という形になったのがその1879年とか、まあ、それぐらいその周辺にだんだん心理学っていうものの研究がなされるようになってきたということですね。でこういうふうに心理学というのは大きな一分野と考えてもらったらいいですけども、その中で例えば社会に関係する心理学のことは社会心理学で言います。でもこの社会心理学と例えば他にもいろいろ心理学があります。産業心理学とか消費心理学とか消費者の消費ですね、それから広告心理学とか対人心理学とかいろいろありますけども、それをずらーって並べたらめちゃめちゃいっぱい心理学の種類があるのかって言われるとそうじゃありません。実際にはこの心理学という大きな分野の中で例えば対人関係に関係するところは対人心理学っていうふうに名前をつけたり、発達、子どもの、ね、発達に関係するところは発達心理学っていうふうに名前をつけたり、広告とかね消費活動とかに関わる部分は広告心理学とか消費心理学とかそういったふうにそれぞれが名前がついていただけです。何を言いたいかというと、いろんな心理学をこれから見ていくと思うんです。いろいろ本とかこれから読まれるにあたって こういう本だけじゃなくていろいろね図書館にある本とか本屋さんにある本とか見てたら、なんとか心理学、生理心理学とかね、生理学なんか心理学なんかよくわからないとか、あと実験心理学とかなんちゃら心理学がいっぱいあります。いろんな心理学あるんですけど、それだけ全部やらないといけないのかと思うと、なんか何十あるんかわかんない、何百いくかもしれないっていうぐらい膨大な数の心理学の種類がありそうに見えますけど、実際にはこの一つの心理学って言われるのをどう切り分けていくかっていう話だけなので、かなりオーバーラップする部分があるってことですね。だから社会心理学で勉強した内容が例えば発達心理学に出てきたりとか対人心理学にも出てきたりとか、よくあるのはこの発達心理学と教育心理学ってだいぶ被ってるんだよね。なので発達心理学で学んだ内容は教育心理学の方でも出てきます。例えばエリック・エリクソンっていう発達段階、心理社会的発達段階っていうのを唱えた人がいますけども、エリック・エリクソンは発達心理学の中でも重要人物として出てくるし、教育心理学の中でも重要人物として出てくるわけです。ということは何かというと、エリック・エリクソンを覚えておいたら両方で点数取れるということですね。両方で点数取れるって両方で出てくるわけじゃないですけど、両方についてエリクソンのところは学んだということが言えてくるわけです。そういうふうに心理学っていうのはいろんな切り分け方によっていろんななんちゃら心理学っていうのが、使うこと言い分ける名前を、ね、言い分けることができます。でもう一つお話ししとくのが基礎心理学って言われることと、あと応用心理学っていう言葉があります。この辺もあまり厳密じゃないのでなんとなく聞いておいてください。基礎心理学っていうのは何かというと実験を基礎にする心理学ですね。なのでもともとその心理学の分野では、そういう基礎的な例えばネズミとかね鳩とか
そういう動物を使った実験、もしくは人間を使った実験とかによって、人間とか動物がどういう反応を起こすかっていうような行動とか認知とか の反応を予測して、でそれを仮説検証していって、学問にしていったっていう形跡があります。でそれが基礎心理学っていうふうに言われます。ただ、僕らはそういう、こういう、刺激を与えたらこういう反応が起きたっていうのだけではなかなか実際の生活の中に応用していくことはできません。じゃあ、ね、うつ病になったらどうしたらいいのか、じゃあこうなったらどうするのかっていうのが分かります。なのでそういう応用分野としての心理学で、例えば犯罪心理学っていうのもあれば、他にもあると思うんですけども、例えば臨床心理学っていうのもあります。つまり、基礎心理学とは違って応用した分野、臨床場面に応用した分野を臨床心理学って言ったり、犯罪、ね、どういう人が犯罪を起こすかとか、どういう人が犯罪の被害に遭いやすいかとか、そういうのを考えた心理学が犯罪心理学、プロファイリングとかね、ありますよね。他にもあると思うんですけど、あんまり知らないのでこの辺が一番有名です。で皆さんが、これから学んでいただくのはもちろんこれです、臨床心理学。ただこの臨床心理学を学ぶのにあたって、臨床心理学だけじゃダメっていうことです。ここでは発達心理学が入って、犯罪心理学が入ってないんですけども、こっちの応用心理学ですね、入る犯罪心理学は入ってないんですけども、基礎の心理学は知っておくに越したことはないです。なぜこんな臨床の理論が考えられるかっていうのは、やっぱり基礎があるから発展として応用としてそういう考え方が生まれてくるわけですよね。だからそういう意味で基礎もちゃんと押さえておきましょうねっていう意味で、ここの教科書の中には一番最初の一章のところが心理学一般っていうふうに書かれている通り、ここが基礎心理学の部分になります。で二章が、メインの臨床心理学ということになります。なので A の授業では臨床心理学とか、あとは心理査定、まあ、これも臨床心理学の中でに入りますけども、あとはここの5章の精神医学とか心神医学、医学の部分ですね、こういうふうに実際の臨床カウンセリング心理療法、そういうものに関わるものをやっていきます。それから、B の授業、木曜日の授業では心理学一般、つまり基礎心理学であったりとか英語であったりとか、あとは統計とか研究法について学んでいきます。ここまでよろしいでしょうか。よろしいですか。あったら何かできるかですね。それで皆さんがこれから学んでいくものとしては、今お話ししたみたいな基礎心理学、それから皆さんが一番学びたいであろう臨床心理学、それから推測統計学、心理英語、そして研究計画書、精神学を忘れてました。たくさん皆さんに学んでいただく必要があるわけですね。で、この授業ではこことこことここと
やりますよと。 B の授業では残りのやつをやります。